側に意見発して、向こう側が、まあ、あのこれと向こう側が FM です。なるほど。最近のフィルターもこう進化してきてますね。ああ、はい、違いますかやっぱり。なのでやっぱり純正のものというよりもそのフィルターメーカーさんから出てる最新のフィルター使っていただくと、はい、透明度であるとかその光の透過率であるとかそういったものが改善されてきてますね。あとそのコーティングそのものも変わってきてますよね。